キャッスルロックにあるダグラス第二軍庁舎キャッスルロックにあるダグラス軍祭事会館とお祭り広場庁舎キャッスルロックにあるダグラス軍教育学区事務所ダグラス軍はアメリカ合衆国コロラド州の中央部に位置する軍である2010年国勢調査での人口は285,465人であり 2000年の175万7666人から62.4%増加し、アメリカ合衆国でも最大級に成長速度の高い軍である。コロラド州で8番目に人口が多い軍である。軍庁所在地はキャッスルロックであり、町の北にある城のような形をした巨歴にちなんで命名されている。同軍で人口最大の町は国勢調査指定地域である。 ハイランズランチである。コロラド州の二大都市であるデンバーと、コロラドスプリングスの中ほどに位置し、デンバーオーロラ大都市圏とデンバーオーロラボルダー、広域都市圏に属している。ダグラス軍は樹木がまばらであり、その大半はポンデルオサマツである。メサや小さな水流が特徴の起伏が多い地形である。チェリークリークとプラムクリークが群内を発し,し、北のデンバーに流れて、 サウスプラット川に注いでいる。どちらのクリークも過去に鉄砲水を起こしており、プラムクリークの場合は1965年のデンバー洪水の原因の一部になった。チェリークリークには現在ダムが作られている。住民の大半は軍外の都市圏に通勤している。郊外開発が従来の牧畜経済に置き換わりつつある。キャッスルロックにある城のような形をした巨歴。 ダグラス軍は1861年11月1日にコロラド巡州によって創設された最初の17軍の一つである。軍名はイリノイ州選出のアメリカ合衆国上院議員スティーブン・ダグラスにちなむものであり、ダグラスは軍が創設される5ヶ月前に死亡した。当初の軍長所在地はフランクタウンにあったが、1863年にカリフォルニアランチに 1874年にキャッスルロックに移された。軍の領域は当初東のカンザス州との宗教まで伸びていたが、1874年に東側の部分の大半がエルバート軍に分割された。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は842.75平方マイルであり、このうち陸地は840.11平方マイル。 水域は2.64平方マイルで、水域率は0.31%である。ダグラス軍は大規模な歴史部門である、ダグラス軍歴史研究センターを持つ、包括的な図書館体系を持っている。軍内にある州立公園としては、キャッスルウッドキャニオン州立公園、チャットフィールド州立公園、およびロックスボロ州立公園がある。軍の一部は、パイク国立の森に入っており、 歴史あるサウスプラットトレイルが通っている。レクリエーショントレイルとして以下のものがある。ダグラス軍は多くの定期観光物から評価されてきた。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。2000年統計でダグラス軍はコロラド州の軍の中で世帯あたり収入の中央値が最高である。2008年では アメリカ合衆国の軍の中で第8位であり、上位15位の中でニューヨークやワシントン DC の都市圏ではない軍は2つしかない、うちの1つだった。ダグラス軍の公共教育はダグラス軍教育学区 RE-1 が管轄しており、コロラド州では3番目に大きな学区である。伝統的な地域学校に加えて6つのチャータースクール、4つのオプションスクール、 および一つのオンラインスクールがある。学校の評価は一般に高い。パーカーにあるシャパラル大学センターは、アラパホコミュニティカレッジ、コロラド大学デンバー校、デンバー大学ユニバーシティカレッジ、およびダグラス軍教育学校を通じて教育コースを提供している。フェニックス大学のキャンパスがローンツリーにある。ダグラス軍の包括的年次財政報告書2010年版に、 よれば、軍内主要雇用主は以下の通りである。ありがとうございます。